おはようございます。今日もまた来ちゃいました。積雪量はですね、もう膝の下というか、もうスノーシューなかったら完全に足埋まっちゃう感じだと思います。もう完全に、スノーシューないともう釣り場には行けない状況ですね。今日も釣れるかどうかは分かんないですけども、とりあえずですね、先日またちょっと毛針を改良したんで、ちょっとそれのチェックを兼ねて、やってみたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。今日の気温なんですけども、結構今日暖かくなるらしくて、多分そんなガイドも凍らずに快適に釣りできるんじゃないかなと思います。ですね、まあ最近ここばっか来てるんですけども、今日はなかなかコンディション良さそうな感じですね。今日のタックルなんですけども、いつもの、スコットの11フィートの6番、スイッチロッド、リールはシマノのフリーストーンの、ラジアバー9番10番です、ラインはスカジットラインの、ティップはインターミディエイトでやってみたいと思いますけども、ちょっと今早くもショートバイトがあったんで、しおりについてるのかもしれないですね。ちなみに今流し込んでるのはナチュラル系のワカサギをイミテートしたストリーマーになりますけども、ちょっとですね、改良を加えたやつになります。今までとはちょっと違う泳ぎ方してるかもしれないです。あとあれなんですよね、もうそもそもキールじゃないんですよね。キールじゃないやつにちょっと変更しまして流し込んでます。今ですね、ちょっとキールタイプのやつにまた変えてですね、旧タイプのフライですね、やってます。ちょっとそこまでがっつりちょっと沈めようかなと思ってですね。やってるんですけども、おそらくベタ底なんでしょうね。ですね、おそらくですけども、この辺りのベイトが今のこの川のベイトこれだと思うんですよね。この子ワカサギっすね。で今取っちゃった。感じですよね。ちょっとサイズがでかいのかな、これ。
こんな感じ。こんな感じで一応マッチザベイトを意識はしてるんですけども、なかなかヒットに持ち込めない感じですね。一応マッチザベイトをこんな感じで、意識はしてるんですけども、なかなかヒットに持ち込めない状況ですね。ちょっとですね、ポイント変えます。ポイント移動してきまして、ちょっと上流域になりますね。なんだ、ニンフでちょっとやってみようかなと思います。おそらく結構上流なんで、そんなにフィッシュイーター化してないんじゃないかなと思うんですけども、川幅が結構狭くてですね、スイッチロットにしても、スイッチじゃねえな、パックロットでも良かったかもしれないですね。それか、危ない、6番のシングルハンドでも十分かもしれない。ああ、根掛かりか。ですね、ちょっとやっぱりこうスイッチロットじゃちょっとレギュレーションっていうか、完全にオーバースペックなんで、パックロットにちょっと変えて、リールもですね、6番の、ちょっとライトな感じのやつでちょっとやりたいと思います。よいしょ。なんとか、スペアで持ってきてたパックロットを
あったんで、ささっと組んでちょっとやってみたいと思います。リールはシマノのフリーストーンの、あぶねー、シマノのフリーストーンの、5番6番ですね。ラインは、ウェイトフォワードの6番です。めっちゃぬるぬる、めっちゃぬるぬる。危険。同じように妊婦で、ちょっと妊婦の球数が少ないんで、ちょっと慎重に大切に行こうかなと思います。久しぶり。やっぱだいぶこのマックスキャッチの、よいしょ、マックスキャッチのパックロットなんですけども、だいぶ汎用性が高くて、スカジットラインもこれで投げれます。8番のやつなんですけども、オールタイムトラベラー、オールタイムトラベラー8番8セクションってやつなんですけども、これ1本で結構カバーできますね。6番ライン、今6番ラインなんですけども、あとスカジットラインもこれで問題なく、問題なく、まあ多少問題ありますけども、まあ投げれないことはないですね。ただちょっとやっぱりティップが雑な感じがして、ちょっと細かい当たりとか取りにくいかもしれないです。結構やばい、もう日没がですね迫ってきてて、ちょっともうここはでも良さげなポイントなんで、また来ようかな。もうちょっとこれでちょこっとやってもう帰ります。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、チャンネル登録、サムズアップサムズダウンよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。こんな感じの今日は毛針で流し込んでますけども、今までのというか今まではちょっとですね、ヒールでやってたんですけども、ちょっとおそらくなんですけども、上顎が硬くてすっぽ抜けているんじゃないかなっていうことで、今回ちょっとヒールをやめて、ノーマルのスタイルにして巻いてみました。でもちろんちょっとウェイトバランスもちょっと変えてまして、どちらかというとサスペンド系で、流れるような感じにしてますけども、なかなか今日ちょっと今また乗らねえな、なんかちっちゃいのがいるな、ちっちゃいのが多分いますね。岸寄りのおそらく駆け上がりのところにちっちゃいアメマスが溜まってる感じですね。ちょっと深場の
大きめなアメマスをちょっと釣りたいんですけどね。